こんにちは。これからの時代、自分の身は自分で守れるようにしなくちゃねと寝言を言っていた折り紙パンダです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。はじめましての皆さん、ぜひお見知りおきを。このチャンネルでは、親しみやすいシンプルなものから超絶リアルでかっこいいものまで、いろいろな折り紙作品を毎回一つ取り上げてご紹介しています。折り紙好きな方にはもちろん、折り紙に詳しくないよという方にも気軽に見て楽しんでいただける、そんな内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。なお、紹介する作品については、作者の権利を守るため折り方の詳しい解説は省略しております。ご理解のほどよろしくお願いします。さてさて、本日ご紹介するのは、おでこ、鼻、口、頬、頬白ザメ、神谷聡さんの作品になります。この作品の難易度は5段階表示で4、推奨の折り紙サイズは30センチとなっております。それでは皆さん、いきますよ。せーの、レッツパンダ。はい、それではホホジロザメを折っていきます。まずは三角方向に折り筋をつけていきます。裏返して、ついている折り筋を使って折りたたんでいきます。中心から1本、2本の折り筋を使って内側へ段折り。裏返して、中心から2本目と3本目の折り筋を使って内側に段折りをしていきます。縁を内側に折り込んで、こちらの角を起こして、この隙間に差し込んでいきます。こちらも同様に、この隙間に差し込んでいきます。ついている折り筋で縁を内側へ折っていきます。こちらも同じように、ついている折り筋で内側に折って、上の部分は潰すように折っていきます。角と角を結ぶ線で、こちらの角を折り返して半分に折りたたんでいきます。角と角を結ぶ線で中割り折り、縁と縁を合わせるようにしっかりと折り筋をつけたら戻して、手前の角を中割り折りをしていきます。裏返して、ついている折り筋を使って引き寄せるように折っていきます。隙間を広げて目を作っていきます。立体的になるように形を整えて、この隙間にこちらの角を差し込むようにして、開き止めになるように固定をしたら、はい、これでホホジロザメの完成です。今回折りましたホホジロザメ、大きく開いた口元は、ただただ開口部を大きくしただけではなく、上顎の裏側、そして頬の内側にも細かな造形の処理を施してあって、そのリアルさゆえに、いわば人食いザメのアイデンティティともいえる鋭い牙が省略されているにもかかわらず、その迫力が損なわれることなく仕上げられています。この特徴的な背びれはもちろん、その他の細かいヒレなども忠実に再現されている、極めてリアルな造形となっています。また尾びれ上端のこの部分、なんて呼ぶのかは分かりませんが、この
小さな突起のような形状は実写のホホジロザメにもありました。その徹底した造形美にはとにかく驚かされます。ぜひともネットか何かでホホジロザメの写真とこの作品を見比べていただければと思います。作者の神谷聡さんは1981年生まれ、愛知県名古屋市出身の方です。かつて人気を博したテレビ番組テレビチャンピオンの第3回折り紙王選手権で優勝、以来同番組で前人未到の5連覇を成し遂げたという化け物のような方です。その後は折り紙の知見を深めるために渡米、現地の折り紙作家さんたちと交流を深めたりと精力的に活動なさっていらっしゃいます。神谷聡さん、名実ともに日本を代表する折り紙作家さんの一人です。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。本日ご紹介しましたホホジロザメ、こちらの折り紙アクアリウム水生生物の折り紙という本に詳しい折り図が載っています。他にも魅力的な作品がたくさん載っているめちゃくちゃおすすめの一冊、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。この動画の感想やリクエスト、ご意見などをいただけると今後の動画作りの大きな励みとなりますので、よろしければぜひコメント欄にお寄せください。あとチャンネル登録がまだの方、この機会にぜひ。本日はこれでおしまい。映画ジョーズの影響で人食いザメという代名詞を背負うこととなったホホジロザメ、ところがその後の様々な考察によってジョーズのモデルになったサメは実はホホジロザメではないという議論が上がっています。理由の一つが、映画に登場するサメは全長が8メートルという設定になっているが、ホホジロザメの全長は大きくて5メートル程度、最大のものでも 6.4 メートルしかないということ、また映画の中では川の中にまで入ってくるというシーンがあるのですが、ホホジロザメというのは川には入れない種であること、言ってしまえば思わず苦笑してしまうくらい揚げ足取りも甚だしいですが、そこまで深い考察ができるということは、言い換えればそれだけこの作品が多くの人に愛されてきたという証拠なんて言っては見たものの、実は僕映画ジョーズをまだ見たことがないんですが、この作品を追ってちょっと見てみたくなりました。最新の映像技術や音声技術満載の作品もいいですけど、たまには古い映画をじっくり見るのも悪くないですよね。それではまた次の動画でお会いしましょう。折り紙パンダでした。またね。バイバイ。